北海道ではエゾリスも夏の装いに変化しているようです。エゾリスは4月から5月にかけて冬毛から夏毛へと毛が生え変わります。特に変化が大きいのは耳です。冬毛では耳が4から5センチほどの毛に覆われふさふさとしていますが、夏毛では耳は露出しています。また耳だけではなく尻尾の毛もふさふさとしたものが細くなり、体毛の色も灰褐色から茶褐色へと変わります。こちら冬と夏の装いなんですが、かなり違いますよね。もう違うリスの種類かなと思ってしまうくらいなんですが、夏毛はちょっと短めで、こう腕のあたりを見てみると結構筋肉質に見えるんですけど、冬毛ですともふもふしているので、腕のあたりとかも形があんまりわからないかもしれない、まあ、個人的には冬毛の方が好きですね。やっぱり毛の色を変えて保護色のこう、ね、役割っていうのもしているのではないでしょうかね。可愛らしいリスです。先週は道内で4日連続夏日になるなど夏の気配が感じられる北海道ですが、動物たちも夏に向けての準備を始めているようです。